本当に昨日任官されましたか。作戦中に死亡した指揮官の代わりに来たという新人の指揮官、何を考えているのやら。はい、いや何でもない。とにかくあなたは今から本分隊の指揮官になります。現在進めている作戦の引き継ぎが必要ですが、よろしいでしょうか。作戦について簡単に説明します。46時間前この区域を捜索していた二家一分隊との通信が切断されました。通信履歴が何も残っておらず、捜索が必要との判断から私たち指揮官が死亡するという事故がありました。問題はその指揮官だけが作戦区域の座標を知ってたってこと。指揮官様、座標について何か聞いてない？そうだよね、だと思った。うん、私が知っています。うんうん、そうだよね。うん、うん、作戦前に入力されました。私が先頭に立ちますから、ついてきてください。あ、オッケー。それからあなた、ラピでしたっけ。自分の指揮官も守れなかったくせに、新米だのなんだの難癖つけないでください。この方も私たちと同じく命を懸けて人類のために戦われるのです。ですので、また今度このようなことを口にしたときは私も黙ってはいません。おお、何これ、もうギクシャクしてる。そうね、私の失言だった。謝る。謝るのなら私にではなく指揮官へお願いします。申し訳ありません。え、怒らないの？今回の指揮官様はちょっと変わってるね。どうしたの？具合悪そうよ。なんだか体調が。メンテナンスを手伝うわ。上着を脱いでもらえる？え、ここでですか？お、何？問題があるの？だって指揮官もいるし。なんだ、指揮官様がニケを女として見るとでも。心配ご無用、私たちは血も涙もない、ただの戦闘兵器だから。女として見るわけないよね。そうだよね、指揮官様。そう見てるんだ。あ、もう大丈夫です。不慣れな環境でちょっと誤作動を起こしたようです。脱いで。もういちいち反応しないでよ。だ、大丈夫ですって。誤作動が起きた際、メンテナンスは選択事項ではない、必須よ。わかりました。さ、指揮官様はあっち向いてて。異常なし。だから言ったじゃないですか。移動を続けよう。お、見えてるよ。ジョーク、ジョーク。通信が。こちらラピ、シフティ、聞こえる？あ、やっと繋がりましたね。状況はどうですか？新しい指揮官と合流できた。座標も確認して、今作戦遂行中。はあ、よかった。
輸送機との連絡が急に途絶えてしまい、びっくりしました。ちょっと、しっかりしてくれる？敵陣のど真ん中に輸送機を送ってどうするの？はい？もう鉄くずになったよ。おかげで完全にしくじるところ。該当地域のラプチャーは対空火器を保有していません。それで輸送機を送ったんですが。は？シフティ、輸送機のブラックボックスデータを送ってほしい。ただいま分析中です。終わり次第すぐに送ります。あともう少しです。ええ、お願い。はい、少しだけお待ちください。さて、それでは、はじめまして。私はアーク情報部に所属するオペレーターシフティと申します。これから作戦をサポートします。よろしくお願いします。はい、前方にハイクラスのエネルギー反応を探知、ロード級と推定されます。なんでここにあんなのが出てくるの？一時退却を提案します。でも行方不明になったニケは見捨てるしかないよね。地上で行方不明になったニケの回収率は 0.2% よ。捜査作戦なんてただの見せかけ。あなたも知ってると思うけど。でも見捨てるわけには。危険です。中隊クラスを指揮するだけあって戦闘力が高めです。シミュレーション上での勝率は高めですが、こちらも被害がかなり。24.35% の確率で全滅するかもしれません。指揮官、諦めますか？でしたらご命令ください。それで十分です。私たちは指揮官の命令に従います。ラジャ。指揮官様、死んじゃうかもよ。私たちは頭さえ温存すればいいけど、人間の指揮官様は違うわ。それでも大丈夫？オッケー、分かったわ。指揮官、私の後ろにいてください。私が必ずお守りします。状況終了、被害報告をお願いします。損傷は軽微、残弾数は良好、以下同分。左側の鎖骨フレーム破損、右下のプロテクター大破、右眼レンズ榴弾により損傷、ターゲット認識には異常なし。破損率 17.05%、 作戦は続行可能です。はい、わかりました。怪我がひどすぎるわ。大丈夫です。もうすぐ座標位置に到着します。急ぎましょう。指揮官指揮官様、何してるの？ニケにはそんなの意味ない。いいえ、あります。心が満たされる感じがしますから。指揮官、ここにも包帯を巻いてくださいありがとうございます。もう全然痛くありません。ここです。先発隊はおろか、誰もいないわ。います。いや、本当にいないんだけど。探してみましょう。何なの？ラピ、輸送機のブラックボックスの解析が終わりました。テキストデータで送ります。ラジャ、
マリアン、止まって。はい。あなたが輸送機を撃墜したの。は？いいえ。二度も輸送機の内部で爆発が起きた。今回の作戦で使う予定だった爆弾よ。外部からの起爆信号なしには絶対に爆発しない。そしてその起爆信号の識別コードはマリアン、あなたよ。いいえ。目的は何？ここです。答えて。答えなければここで処分する。ここです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 。あ、侵食反応を確認。いつから？ラプちゃんの中枢神経を奪われました。コーリングシグナルを感知。阻止してください。撃ちます。命令を。前方からハイクラスのエネルギー反応。この振動パターンはブラックスミスが来ます。行方不明になった先発隊は多分あれにやられたのでしょう。まだ間に合うかもしれません。マリアも先発隊も。ラピ、何を？ブラックスミスは捕獲したニケをしばらくの間保管します。時間的には生存している可能性が高いと思われます。どうされますか？何よ、頑張って逃げなきゃ。ご命令ください。ラジャ、正気なの？死んじゃうよ。アニス、やってみよう。やってみたいの。見つけた？まだわからない。いいよ、じゃあやってみよう。シフティ、サポートをお願い。え、はい。まずシミュレーションの結果は。わかりました。ただいまよりタイラントモデル003ブラックスミスとの交戦に入ります。エンカウンター12.4% でした。お見事です、指揮官。生存者を確認します。先発隊は全滅。部品が全て剥がれてしまいました。マリアンは生きてはいる。ここです。こ手遅れね。侵食が脳にまで転移してる。脳が破損したニケは処分するのが規則です。軍法によりニケの処分は指揮官が行わなければなりません。自決用の拳銃です。人間も使用できます。至近距離から撃ってください。
私がやろうか。ダメよ、ニケがニケを処分することはできないもの。指揮官、グズグズしている暇はありません。このまま放置すればイレギュラーになる可能性が高くなります。指揮官、マリア、処分確認。沈黙確認。現時刻をもって捜索作戦を終了します。アークにお戻りください。くそ、シフティ、マリアンに一体何があったの？マリアンに埋め込まれた侵食コードはナビゲーションだったと思われます。ブラックスミスのところへニケたちを案内する役割ということです。餌として捧げるために。でもほぼ最後まで正常だったのよ。それは多分指揮官がいたからです。ニケの最優先事項は指揮官を守り命令に従うことですから。多分指揮官に出会ってからずっとすごく混乱していたんでしょうね。優先順位がごちゃごちゃになってしまいましたから。ブラックスミスと遭遇したポイントではそれすら忘れてしまうほど侵食が進んでいた。いつからだろう。はい、侵食が始まったのはいつから？それは作戦中に。輸送機を撃墜させたということは登場するときにすでに侵食状態だったと見るのが妥当ね。そして輸送機はアークから来た。アークの防護壁が破れたのでしょうか？いいえ、防護壁は堅固よ。侵食くらい簡単に排除できる。ラピ、何を言いたいの？さあ。ブラックスミスに勝っただと？適当に派遣した新米指揮官がか？それもたった1日、ニケ3体で。はい、その通りです。1体は交戦中に破壊されましたけど。冗談が上手くなったな、シュッティ君。交戦データを転送しましょうか？いや、いい。その人、パッ、その指揮官に一度会ってみたい。15時以降は予定が空くと思う。呼んでくれるか？はい、そのように伝えておきます。よろしく頼む。他にご用命はございませんか？あ、作戦に参加したニケも一緒に来るよう伝えてくれ。武装した状態でな。司令部からの呼び出し。
れってあれかしら。あれって一分隊にも満たない戦力でブラックスミスを倒すなんてすごいな。これからも中央政府の忠実な犬として頑張ってくれたまえってやつよね。確かに異例の戦果だ。今すぐ行くわよ。早く行ってちゃちゃっと終わらせるんだから。お、これは嫌な予感がするわ。ほう、君たちか。ようこそ。ジュ・アンダーソンだ。まあ、式に呼んで構わない。それはちょっと。では、アンダーソンということで。君たちをここに呼んだ理由なんだが、一つテストをしたくてね。まあ、難しくないから気楽に臨んでくれ。今の状態のままシミュレーションルームに行ってもらう。そこで詳細を聞くように。以上だ。え、その話をしたくてここに呼んだの？アニス。何よ、気になることは聞かなきゃ。君たちに直接会ってみたかったのだ。それだけだか。ではまた会おう。ちょっと待ってくれ。一つくらいなら答えられそうだ。質問したまえ。指揮官様、その話をここで？マリアン。マリアンとは誰だ？うん、一緒に作戦に出たニケか。破壊されたという。残念ながらその質問には答えられないな。我々も事情を調べているところだが、一つだけ確実に言えるのは、アークの防護壁は最高だ。絶対に破ることはできない。さて、私は次の会議があるので退席してくれるかな。ああ、君、もし誰かが何らかの意思を持ってニケに侵食を埋め込んだとして、それが君が手も足も出せないほど巨大なものだったとしたら、君はどうするかね。そう、何事にも理由はあるはず。それはつまり納得できる理由なら見過ごすということかね。ああ、責めているわけではない。どのような答えが返ってくるか気になったものでね。では、皆行ってよろしい。また会おう。本日諸君の戦闘力テストを行うイングリッドだ。戦闘力テストはシミュレーションルームで行う。あの指揮官様、一体これ何なの？作戦から復帰した途端、戦闘力テスト、異例のことです。普通は投入前に行われますが。しかもあの人、エリシオの CEO よ。ここで何してるの？趣味で。ブリーフィング中は静粛に。うん。諸君には今からシミュレーションルームで模擬戦闘をやってもらう。
簡単そうに聞こえるかもしれないが、そう甘くはない。アーク技術の結晶と呼ばれるシミュレーションルームは、全てが現実の戦闘と同じく再現されている。戦闘中に発生しうる各種の突発的な状況はもちろん、ラプチャーとの戦闘も完璧に再現されている。諸君はこのシミュレーションルームで各種突発事項や戦闘状況をタクティカルに突破し、タクティカルにテストを完了する。以上。質問があります。質問は受け付けない。訓練に先立って諸君の分隊名を聞こう。分隊名を言え。確認した。ではカウンターズ諸君、諸君のタクティカルな動きを期待している。戦闘シークエンス実施。リロードシークエンス実施。フォローお願い。装填するね。もうこの時代に一個ずつ装填しないといけないなんて。状況終了。次の作…ああ、疲れた。作戦終了の報告は完了しました。しばらく待機しろとのことです。ラピ、これ何だと思う？テストでしょ。言葉通りに、彼らから見れば私たちが怪しい結果を出したのは間違いないから。うまくやってもやらなくても何か言われるわ。指揮官様、何か知らない？悪いことではないと思います。功を奏したのは確かですから。とりあえず待機するしかないのかしら。結果はどうだ？驚くほどだ。そうか。最悪だ。実戦だったら一瞬で全滅しただろうな。ほう、本当に驚くべき結果だな。差がありすぎる。実戦に強いタイプなのか。では実戦を任せてみようじゃないか。仕事はいくらでもある。好きに選べ。最高に難しいもので。それならこれだな。発電所の調査？海の近くの都市にあったあれのこと？この人数でですか？それってあんまりよね。あんなに苦労したのに褒められもせずまた苦労させられるの？ああ、はいはい。偉大なる中央政府のお犬様じゃありませんか。アニス。ごめん、言い過ぎたわ。指揮官は誰が割り当てられますか？はい？やっぱりおかしいわ。何なの？同一の指揮官とニケが連続して作戦に割り当てられることはありません。大抵の場合、作戦過程でトラブルが発生するためです。トラブルが発生した状態で作戦に投入すると、チームワークにも大きな影響を及ぼすため、一般的には避けられます。指揮官様がニケを現場で処分したってこともたくさんあったわ。その反対もたまにあるし。
こういった極端なケースもありますので、同じペアで戦うには少なくても3回間隔を空けなければなりませんが、確かに今回は例外ですね。処分ね。それとなく地上へ送って全員処分するつもりよね。あの、そんなことをする理由がありません。うわ、驚いた。なんで急に現れるの？作戦開始と聞いてサポートしに来たんです。とにかく本当に処分する必要があるなら今ここでできます。あえて地上へ送る必要はありません。つまりごく普通の作戦だということです。ああ、とても普通よね。命令である以上従いますが、本当によろしいですか、指揮官。一体私たちの何を見て信じるっていうのかな。じゃあ私たちも指揮官様を信じてみよう。とりあえずね。行きましょう、地上へ。連続で地上派遣だなんて全く悲しいよね。待って、誰かいる。ん？はじめまして、私はネオンです。エリシオンの2件。今回の調査作戦に合流することになりました。よろしくお願いします。シフティ、何か聞いてる？たった今人事異動が発令されました。指揮官、何か聞いていませんか？これは怪しいね。急に増員だなんて。正体は何なの？私は、あ、スパイだと思います。え？イングリッドさん、社長の命令はこうでした。全力で手伝って全てを報告するようにと。これってスパイですよね？そうだとは思うけど。私ずっとスパイとかやってみたかったんですよ。よろしくお願いします。スパイ任務頑張ります。はい。これ大丈夫なのかな？さあ